高谷亮君、はい、高谷君、はい、れいわ新選組の、高谷亮と申します。参考人の皆様、本日はお忙しい中貴重なお話をいただき、感謝申し上げます。私からは、2、3問ぐらい質問をさせていただきます。まず中井参考人と大橋参考人にお伺いいたします。日本各地で現在作成されている、土砂災害のハザードマップがございますが、盛り土によって人工的で急激な地形の変化が起こった場合、そのハザードマップは正しく機能するのか、機能しない場合はどのようにすべきか、ご見解をお伺いいたします。中井参考人。今ハザードマップという、土砂災害のハザードマップということで、いわゆるレッドゾーン、イエローゾーンというのがこう決められている、そちらの方のお話かなと思います。でこれは盛り土が あるとですね、定期的に変えられるかっていう、変更されているかというようなご質問かなというふうに思ったんですけれども、おそらく、一つ盛り土ができたので、そこのハザードのエリアを、見直すということは、私は実務の方はちょっと存じ上げてないんですが、そこまではされてないのかなというふうには思っております。以上です。大橋参考人。このハザードマップも今進化を遂げている途中でして、これもなるべく現実に合うようにということで、ですけどこのハザードマップもやっぱり根っこには事実調査というか、そういう問題があって、日本の土砂の災害の分野というのは今までやっぱり復旧にすごく重点が置かれていて、その後の復旧対策はやったんだけども、その前の事実調査に基づくハザードマップの定期的な改定っていうようなところについては、まだまだこう体制ができてないようなところがあって、それは今回問題になっている山地部分だけではなくて、都市部分でも実はそういう問題があってっていうようなことであって、さらにこのハザードマップは出し方が難しくて、これが直ちに危ないわけでもないんだけれども、地元でしっかりそこは考えて見張ってくださいねっていう、そういうような内容を持ったものなんで、そういうような理解公表の仕方も含めて今発展段階にあるところっていうのは、そういう認識でおります。高谷亮君。はい、ご意見ありがとうございました。次の質問に参ります。本日、お越しの4人の参考人の皆様にお伺いいたします。熱海の違法な盛り土によって、盛り土において、もし規定通りの盛り土が行われていたと仮定した場合に、被害はどの程度まで抑えられていたと思われるか、ご見解をお伺いします。中井参考人。ご質問の趣旨は分かりますけれども、ちょっと私専門ではないのでお答えしかねますというお答えにさせてください。以上です。大橋参考人。私も専門ではないのですが、しかし今回のこの法制で問題にしている規模といいますか、基準というのは、1メーターの高さでありますとか、せいぜい5メーターとか、今までの自治体の基準を見ると、500平米とか、3000平米とかっていう、そういう基準だと思います。それからすると、今回の熱海のっていうのは、やっぱりそれをもう大きく上回るものですので、今回のものが適正に執行されていれば、ああいう被害は防げたんではないかっていう、もう感想にとどまりますけども、そんな意見も。太田参考人。はい、現場はですね、その以前に砂防の施設が入っていたというふうに、私ははっきり言いまして、現場を見ておりませんが、入っていたと記憶しております。で、その砂防施設を入れるということに対しては、通常の対応、山から出てくる土砂に対応するものを入れているということで、それは安全を見て技術的にきちっと入れてたんだろうと思います。でそれをオーバーして、当然オーバーしているということでございますので、問題であったということはもう一目瞭然でございます。そういうことで、一番最初の時に、どういう
なんていうかな、許可というか、届け出があって、まあ、許可されたのか分かりませんが、まあ、届け出程度だと思いますが、まあ、その部分のところに対して、どの程度あの雨に対して対応できたかというのは、ちょっとまだあの分からないと思います。あのきちっと最初の盛り土の、まあ、一番最初の時点での量に対してどうだったのかとか、そういうことはあのまだ調べられているのかどうかもあの存じておりません。ただあの通常のあの地域からどのぐらいの土砂が自然に出てくるかというようなことはきちっと計算して、施設というのは作られているというふうに思いますので、そこはあの信頼しているというふうにあの、まあ、そういうことはきちっとあの土砂災害の対応の方はやっているというふうに認識しております。はい、以上です。北山参考人。はい、熱海の件につきましては、あの私どもの方ではあの詳細を承知しておりませんので申し訳ありませんが、回答を控えさせていただきたいと思います。高谷亮君。はい、ご意見ありがとうございました。最後の質問に参ります。この法律の実効性を担保するために、優先順位が一番高い、措置は何でしょうか。何かと思われますか。お伺いをいたします。参考人4人の方にお伺いします。中井参考人。あの 法律の運用の方だという理解でよろしいかと思うんですけれども、まずはあのしっかりと国としてはですね、あのしっかりとガイドライン等を整備していただきということなんですが、あの、まあ、なんといってもやはりこの特定盛土規制区域、こちらをしっかりと指定をしていただくということが優先順位が一番高いというようにこう考えております。まあ、ただあのその他が優先順位が低いということをあの言いたいわけではありませんので、その点あの誤解されないようにお願いをしたいと思います。以上でございます。大橋参考人。私はあの一つと言われると非常に難しいのですけれども、やはりこれ区域設定のところが出発点であり、あのもうそこがキャンバスになりますので一番大事なところかなと思いますので、そこで妙にこう制限をかけるようなことをせずにですね、あのもう可能性があるのであればもうそこはもう予防的であってもしっかりかけていくというようなところ、特には今回の特定盛土と規制区域 の設定というところについてはあのすごく重要な観点かなと思っております。太田参考人。はい、まあ、私のやっぱりあの興味といいますか、あの注目するところはあの技術基準だろうと思います。まあ、指定に関しましては先ほどからの先生方のご意見にもありますように、かなり揃っている、で揃っているけれども逆に実はそれでも十分でないというところも気をつけていただきたいなというふうに思います。以上です。北山参考人。はい、私の方からはあの、冒頭から申し上げましたとおり、できるだけ、幅広く規制をかけていただいて知らず地域がないような運用をぜひともお願いしたいということでございます。高谷亮君。はい、貴重なご意見をありがとうございました。時間余りましたけど、質問終わりにいたします。ありがとうございます。これにて参考人に対する質疑は終了いたしました。この際参考人の方々に一言申し上げます。本日は貴重なご意見を賜りまして誠にありがとうございました。委員会を代表して厚く御礼を申し上げます。次回は来たる13日水曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。